三島市、コミュニティバスは、静岡県三島市で運行している、コミュニティバスである。三両線が設定されており、運行事業者は、伊豆箱根鉄道、伊豆箱根バス、伊豆箱根交通、東海バス沼津遠慮所、富士急伊豆タクシーの5社である。通称は、三島市内100円バスであるが、純粋な100円バスは、せせらぎ号と中里号の2路線のみである。 各路線の運行ルートや時刻表は外部リンクを参照。100円バス、セセラぎ号は三島駅南口を起点に主に市内中心街の観光施設と公共施設を巡回している。西回りと東回りの2系統があり、運行経路が両者で異なる。利用者増加や、 利便性向上のための実証運行を2020年4月1日から2021年3月31日まで予定しており、ルートを西回りは伊東洋華道の建物南側に日清プラザ洋華道バス停を新設と東回りは極楽湯付近まで延長し、南町、学徒、右生家下下、せせらぎパーク三吉、清重力地入口、 広小路西の5カ所バス停を新設する計画になっている。運賃は大人、子供共通の100円。2020年3月31日までは20分ヘッドで計22便が毎日運転されていた。小型バスを使用しており、一周の所要時間は約30分である。運行事業者は西回りが伊豆箱根鉄道、東回りが東海バスオレンジシャトルであった。 2020年4月1日よりは、西回り急便と東回り11便の計20便が毎日運行。定員28名の小型バスを利用しており、およそ30分となっている。運行事業者は、西回りが東海バスで、東回りが伊豆箱根バス。2020年3月31日までのルート2020年4月1日からの、ルート中里号の車両100円バス。 中里号は大場駅西口を起点に中郷地区の公共施設と医療機関を主に巡回している。運行経路は片方向きのみの循環方式であり、月曜日土曜日に運転されている。運賃は大人、子供共通の100円で、軽急便運行されている。小型の超低停小ンステップバスを使用し、一周の所要時間は35分である。運行事業者は、 伊豆箱根バス。北上号の車両自主運行バス。北上号は、三島駅南口を起点に、北上地区の公共施設、医療機関を主に巡回している。毎日運転されているが、自主運行バスであるため、運賃が大人200円、子供100円と他の路線とは異なる。また、運行経路は、循環方式ではない。ジャンボタクシーを使用しており、定員を超えた場合は、 臨時に別の車両を配車している。バス停は23カ所設定されているが、一部地域にフリー降車区間が設定されており、そこでは自由に降車できる。運行事業者は富士急伊豆タクシーで、片道の所要時間は約25分。自主運行バス、フレあい号は、三島市役所前を起点に、三島田町駅と同駅近辺地域及び中郷北地域の 公共施設、医療機関を主に巡回している。毎日運転されているが、北た上号同様、自主運行バスであるため、運賃が大人に0 0円、子供100円と内容は、北た上、号と同じ金額設定になっている。運行経路は、循環方式ではない。車両においても、北た上号同様、ジャンボタクシーを使用しており、定員を超えた場合は、臨時に、 別の車両を配車している。バス停は18箇所設定されているが、上記の北上号と同じく国道1号を境にフリー降車区間が設定されており、そこでは自由に降車できる。運行事業者は伊豆箱根交通が担当しており、片道の所要時間は約26分。自主運行バス、玉沢線は三島駅南口を起点に、 玉沢地域を運行している。行き先は玉沢、三島総合病院、健康センターの3カ所に分かれる。1日急便運転されているが、自主運行バスであり、運賃は距離制。車両は中型バス。定員を超えた場合は、臨時に別の車両を配車している。運行事業者は、東海バス沼津営業所が担当しており、片道の所要時間は約25分。 ありがとうございます。